おな今動画見てる方、これマイク入ってる。これあれです、いつもこの2人いつもこれを延々と3時間でも4時間でも延々とやっています。この2人、バイパーガイルとスーフィー側がヌナリリュウ、この2人ずっとこれを3時間も4時間も延々とやってます。毎週です。ほんとねすごいと思うんですよね。毎週ですよ、毎週。しかもお互い自キャラじゃないっていう、ね、スト2愛にね溢れすぎちゃってますね。ほんとにというわけでこの2人のリュウガイルを、まあ確かに飽きないゲームね見つけるっていうのはねすごい大事。今日僕ちょっと風邪気味で、ちょっと今日久々のリハビリがてらって感じで来てるんで、やっぱ1週間レバー触らないとだいぶあれですね、感覚がちょっと違うなっていう感じはしますね。さあソニックに立つまし、配信ね皆さん見てるってことはやはり皆さんスト数が好きだから、まあ、もしくはまあこうちょっとテレビ見るもんないしニュートンの配信でもやってるから、まあ、ちょっと見よっかなみたいな、そんなでもね、ねいいと思うんですよね。このゲームは本当に関東だけじゃなく中部関西、まああと地方のところでも本当に熱い戦いが繰り広げられているので、といえばあれですね皆さん、第2回獣道コタカが、おおコパ僕はね他の格ゲーはねやってないんですよ。昔 X をちょっと触る前にサードストライクちょこっとだけ触ったんですけど、コマンドキャラっていうか全然できなくて、まあ、その時もサードストライクでチンリー使ってたんですけど中足砲翼が全然出せなくて、あれ全然ノーキャンでも16フレームくらい猶予があるんですけど、なんかこうガチャガチャやるのがすごい苦手で、で、まあ、X やるきっかけになったのが、まあ、ちょっと上のあたりで、まあ、昔、まあ、スロットとかでちょっと立ち回ってるときに、やべえ、打てる台ねっていうときに、ちょっとまだ育つまでに1時間、2時間必要だなっていうふうなときに、まあ、ちょっと近くのゲーセンが、まあ、ちょっとね、少し昔からありそうな感じのゲーセンだったんですけどね、まあ、そこで。ストップサードはなくてストップがあって、まあ、コンピューター戦でっていう感じがしてて、最初ねブランカが全然倒せなくて、なんでこのキャラ超強キャラじゃねえかっていう感じで思いながらコンピューター戦をやってた記憶があります。コンピューター戦のねブランカはね慣れてないと本当にあのキャラね火力高いんでね、見た目以上に、まあ、実際本当にブランカ四天王と呼ばれる人たちはね本当にそれも加味してかなりゴリゴリくるんで、コンピューターはね強いですね。ストップは本当にね初心者殺しというところもあるんですけど、まあ、まあ初心者への第一歩卒業がコンピューター戦でちゃんとベガまで倒すみたいな、まあ、そういうのでもいいんじゃないですかね。実際僕かなり時間かなりかかりましたし、まあ確かにスパ2のねコンピューター戦はかなり強いですね、まあ、すいませんちょっと今日あんま声出ないんでちょっとだいぶトーン低めですけれども、あれ多分あれどうなんだろうね、コンピューター戦のなんかスーファミとかでもなんかスト2スーパースト2あったじゃないですか、でその時のレベルコンピューターレベルなんか最初期設定だと4なんですけど、なんかゲーセンとかで稼働してるのなんか8っぽいよなとか思ったりしてるんですよね。明らかに動きが
こっちがこの行動したいという時になぜか置いてあるアッパーカットとか、何それみたいな。あとはあのコンピューターがね、ためでじゃなくてコマンドでためができてしまうので、明らかにこれ55フレーム以内で打ってるだろうし、まあよく例えるなら DJ 戦のエアスラガード、エアスラ明らかに速い。あさ歩きながらサマーとかもね、ほんとね、こうたまにやってるとね、えってなるようなねところがね、まあコンピューター戦ならではのちょっと面白さ、まあ、人間でそんなの出してしまったらやばいですよこのゲーム。ちょっと待ってくださいね。さあ、まあちょっと話題も先ほど質問があったのでちょっと途切れましたが、第2回獣道小高ガエル対伊藤 DJ、まあよく関東勢とかツイッター見ててもちょっと見てるんですけど、小高ガエルが伊藤 DJ に対して挑むというような感じの書き込みがかなり多いですね。伊藤 DJ が挑むのではなく、あのね、多分ね、NG コメントで言ってなんだろう、まあわかんないんですけれども、まあ伊藤さんの方がね、わかんない。ただいや、位置づけ的にはあの一応小高が獣なので、チューブのね、猛者も猛者ですよ、本当。僕はまだね、直接伊藤さんのね、DJ とやったことがないので、多分なのでね、ちょっとね、データがないんでわからないんですよ。フジモン君とはね、結構昔やり合って、で、そのフジモン君とやった時のデータが30戦あったので、まあ、この前の年末の時のイベントのフォックスの時の試合ではまあ、なんとか勝てたっていう感じですね。そのデータがなかったらちょっと苦しいですね、彼の場合は。まあ、ちょっとね、伊藤さんのね、DJ と小高ガエル、ちょっとね、データわからないですね。小高は多分、小高くんはね、おそらく DJ 戦の経験があまりない状態と言っても間違いないと思うので、まあ、関西だったらフジモンくん、中部だったら伊藤さん、もう超激強 DJ がいるんですけれども、関東やはりそういった点では、まあ、ちょっと DJ が少し不足気味という。まあ、ただ、まあ、ユーズルさん、そうですね、でも、どうでしょう、ユーズルさんもね、すごく強いと思うんですけれども、やはりその上を、ああ、打ってみたくね、あおお、ああ、これは死んだか、うわー、しまず、ああですね、伊藤さんとユーズルさんは、多分伊藤さんと違った。フジモンくんか、まあ、個人的にはもうユーゼルさんよりもさらに上っていう感じの印象がありますね。まあでもユーゼルさんもだいぶ強いです、間違いなく。まあ僕がだいぶって言ったのもすごい失礼に当たるんですけれども、あ、今のうまい、あーやべえやん、あー、ちょっとテクいい感じだったけど、皆さんどっちかと思います、伊藤さんと小高くん。僕はまあ関東勢なのでぜひ小高くんに勝ってもらいたいとは思ってるんですけれども、まあですよね、
まあ、僕の今のところの見解では、まあ伊藤さんが10の6くらいかなとは読んだりはしてますね。やはり伊藤さんも中部勢と多分ガイルいっぱいやれると思うので、いろんなガイルと、そしてね、何より一つに関してはもう本当プロと呼ばれる伊藤さん、仕事中でも一つのことを考えて、まあそれは僕も最近なんか考えたりするんですけど、仕事中もねついつい考えちゃいますよね。ガエルガエルでも伊藤さんが勝つのも確かにそれもありそうですね。はい、といえばガエルといえば皆さん伊藤ガエル対マオバルボグの試合 YouTube に上がってるんですけれども、見ましたかね。あれやばいです。伊藤さんがマオバルログに11連勝12連勝してるところがあって、かなりやばいですね。あ、そういえば今日でしたっけ。あ、そういえば皆さん、オトチュンリー対テペガイル、今日転換 UFO 転換と今日実施です。どっち勝ったんだろう、見てないな。気になるのが、まあ関西のガイルはどちらかというとかなりオフェンシブな印象があるんですけれども、鉄平さんはどっちかというとかなり防御面に近い感じで、まあちょっと関東寄りのガイルかなという印象です。チュンリーに対してね、鉄平さんのガイルは開幕なんだっけ、ソバット前そばからキャンサマーやってくるんですよ。であれやることによってチュンリーのその場での第一光線、打撃光線は回避できながらサマーを当てるっていうことができて、まあそれに対しては、まあ、下がりながら光線が正解なんですけど、まあでもね、初っ端画面下がるっていうのはその分ゲージ回収しづらくなっちゃうので、まあ結構難しいところというところですね。今あれです、獣道の話してます。だからちょっとコメントがこんな感じですね。いや、やっぱ声出ないってダメだな。あ、でもね、これでもだいぶ良くなった方かなっていうところ。一番やばかったのが火曜日水曜日で、まあでもその後も木曜金曜はもう全然鼻で呼吸できず、なんか口で呼吸してて、起きたら口がカッサカサ、鼻水は超出まくるわで、まあで今日はちょっと頭痛あったんですけど、まあ痛み止め飲んで、まあそれでミュートにしてって感じですね。まあ今日はまあちょっとほどほどにしようかなってところですね。まあさすがにこうベストコンディションでない時にがっつりやっても、まあ体調崩すだけなんで。あとね、頭が働けないんですよね。結構ね、戦う時にね、結構ワンパターンの動きになってしまっちゃってるんで、まあそこもちょっと癖になるとよろしくないところなのでっていうところですね。まあ、というわけで、おそらくこのガエル・リュウがおそらくずっと流れ続けるビックスドロップとうがい、あ、なるほど、一応ね、のど飴舐めたりはしてるんですよ。ビックスドロップではないですね。最近まあ味も好きなんで、リンゴののど飴ばっかり舐めてます。
さあ配信のお二人は本当にいい試合しますね。お互いねメインキャラじゃないんですけれども、あのねもうね多分ね結構メインキャラに近い動きしてると思うんですよ。もうこの戦いお互い、あうまい、あれ逆竜巻の着地機ゼロフレームでしたっけ。ガードはできるけど技は出ない、あそういうことか。竜巻の弱角着地に投げは入る入らない、ビタだったら入る、なるほど。でも結構難しいけどね、あの意外と弱角じゃなくて中角とかだったらってなると意外とできないと思うんで、それが一点読みじゃないと苦しいかな。温泉行きたい、温泉行きたい、うん最近行ってない。あでもね来ですね、ちょっとまたシュウさんとねスペースシャトルの総裁選が第100回で終わってしまうので、その日にシュウさんと一緒に遠征に行くので、ただし板橋、板橋、あ、さやの湯か、確かに。何今の今の当たるの、ずるくない今の、今のなんだっけ、やばくないか。だって今だってガエルのあの金中継ですね、立ち金中継が明らかに超真上にいる竜の竜巻一方的にしっかり落とすっていうね何あの判定、まあ、チュンリーも言えたことじゃないけどさ、あれやばくない。シュウさんね超アクティブだね。シュウさん旅行魔人なんで、ほんと避ける、いやー苦しい、竜超苦しいだよね、やるよね、でもそうなるよね。あーワンチャン、あーおー、バイパーさんが汚ねえぞと思わず言ってしまいそうな局面です。出るー、あーいって、やべえ超矢口、これガエルどうすんのこっから、あーですよね、必殺矢口ジャンプ通じず。あでも温泉といえばあれなんですよ、あの山梨の方のほったらかし温泉、あそこすっげえいい印象しかなくて2回行ったことあるんですけど、あ、マジっすか、へえ。あそこ超好き、だって山梨でほうとう食べてで、からのほったらかし温泉入って山梨の景色をこう山の上から一望できて、でしかもあそこシャワーも温泉のあれじゃないですか、あれもう超すごい好きで、場所遠いじゃないですか、なかなか行けないんですよ。ただあそこ基本的に車持ってないとかなり苦しいって、あはははTBS、はいはい、あっ、あそれいい、それいい、やべえやばい、それえてか夜中やってるんですか、おおマジか、いいなそれ、あうまい、中パンな、大パンかな、大パンなのあれか、あーめくってるが投げられて、あー矢口、あーお互い矢口、
色、いや今の超矢口だった。あ、受け身ね。あ、いていていて、やばい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 。あ、よくガードしたな。あ、これあるの？ない。あははははは、確かにシュウさんアクティブだけど、長州さんはアクティブでない。確かに。ああ、一手読み。龍の強みあれなんだよな、真空を好きなタイミングで打てるっていうね。やっぱね、こうね、今チュンリー使ってて思うのは、まあ、チュンリー同キャラもそうなんですけど、やっぱ技術力が問われると言われるリュウとガイル、やっぱきっちり勝ちたいですね。でも関東にはね、超強いリュウ、川又リュウ、そしてガイルは小高ガイル、あの二人通園側。まあ竜って言ったら多分それ以外にもカシシ竜、カソリ竜で、川又竜でしょ、あと TOMO トモ竜、この辺がマジでやばい、あと倉橋竜、チューブだとやばいの後藤竜で、あとは関西だと、わー、サンダー入る。そうだね、ふたちゃんさんは激強だね。ふたちゃんさんね、去年の X エストだったかな、回転と同時に行ったら、スーパースターでのメンツ持ってて、でまあふたちゃんさんと20戦くらいちょっとガチる時間があったんでやったんですけど、まあ、その時はかなりいい勝負できましたね。あー、苦しい、あー振られない。ムナーリさん優勢かな、延々とやってるんですよ、延々と。25時の閉店まで延々とやってるんですよ、本当に。やってる、もうね、あんたら何時間やってるのっていう。だからね、こうね、バイパーさん見て、ムナーリさんいないと、俺は、あれ今日相方いないっすね、みたいな感じで。っていうかね、二人ともね、リュウガイルに関しては多分ね、メインと言ってももういいくらいですよ。対リュウ、対ガイルに関しては。あ、滑られない。あ、うまい。あ、これ厳しい。使う。あ、やる。あ、いいね。あれでもね、いいと思うんですよ、あそこのガクンはね、弱小竜っぽく見えるっぽく可能性もあるんで、まあ、でも投げる方超勇気いると思うんですよね、あれ何出されても終わるんで、まあそこはもうハートの方、あの強さかなっていう。俺ももうちょっとストップやってから帰ろうかな、今日は早めに帰ろう。というわけで実況というか、まあおしゃべりこの辺で終わります。じゃあまあ皆さん、多分25時の閉店までか、まあ、もしくは配信終わりまでずっとこの風景ですが、お楽しみください。
ではお疲れ様でした。Come on.
Sakura! Sakura!
Cyclone! 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 Cyclone!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh!